あの静岡県知事の発言炎上してたね。そうそうそう、一番すげえのはプロレスラーだって言ってましたね。いやそれ中村慎介の職業差別だろ。いや職業差別でもない、元新日本プロレスの今アメリカの WWE のスーパースター、一番すげえのはプロレスなんだよ、野菜売ったり牛の世話をしたりするのとは違ってる。こんな下の句あるかお前。見てらんないな。静岡の人の前で言うんかこんなの大体お前。だから静岡の人も、いやだーみたいな、やかましいわお前。中村慎介が体くねらせて、いやーっていうのが決めてる、うん、知らない人何のことかわかんないから。あ、そうですか。静岡の知事の人がね、うん、これ、職業差別発言炎上して、辞意表明したんだよ。ねえ。なんか、証明の人は何が夢あるんですかねって言ってたね。うんうん、いや、それ、広瀬すずだろ、10代の頃の。もう言わないでやれよ。え？若かったんだから、あの頃。確かにね、18歳だよ。どうも、ありがとうございました。